になりましたね爽やかな風に吹かれて飲むビールは格別プロデューサーとの二人酒だとなおさらお祭りの酒蔵が尽きるまで飲んで飲まれて一緒に楽しみましょう <laughs> 憩いのひとときおかわりっていい言葉ですね ああピルスナーは、ビミスナービールは素敵。心がウキウキして、まるでエールをもらっているみたい。次のご注文は、どうなさいます私からのおすすめは、これですカエデの青空ビール教室。いいかも 私はいつだって、終わらないアルコールフェスト開催中なんですけどね。プロデューサー、ビールげがついてる。じゃあ、私も。6月だって、オクトーバーお祭りは1週間。何日目まで付き合っていただけます <laughs> この一杯は、 私のおごりです。いつも頑張るあなたへ。ええー。酔ってないと言えないことありますよね。まだ酔ってません。これから一緒にたっぷり飲んで、いつか言わせてくださいね。いらっしゃいませ。カエデズダイナへ。 ようこそ <laughs> 今日は私がウェイトレスさんですね大事なあなたのテーブルに素敵なお酒や不思議なお酒おいしいハンバーガーそして私の笑顔をサーブしますウ <laughs> いのひとときおかわりっていい言葉ですね うちのダイナー、これがおダイナー人にお酒を運ぶ途中で飲まないなんて心が強いですよね。次のご注文はどうなさいます私からのおすすめはこれです。セットのお酒、あんまな撮影用かな 美味しく飲んでいるところは撮影しなくてもいいそう。ハンバーガーをお一つですね。お得なセットで一杯いかがですかソフトドリンク何もかしらプロデューサーならいつもので十分伝わりますよ。 カエデスダイナーのマスター役。プロデューサー、やってみません撮影終わりっと。ではプロデューサー、カウンター席へ。閉店後、あなたのためだけに、私が何でもお届けします。